ラズベリーケトンはヨーロッパキイチゴルーブスイデイスに含まれる主な方向属化合物である。香料、略称、HPB、キウイフルーツ、桃、リンゴ、カエデ、松の木の樹皮などにも含まれる。体重減少を謳うサプリメントに利用されるが、ラズベリーケトンのみで効果を実証した利用できる研究はない。安全性についての検証も十分でない。キウイフルーツ、 桃、リンゴ、カエデ、松の木の樹皮などにも含まれる。香料として用いられる。ソフトドリンクやお菓子によく使用される。唐辛子に含まれるカップサイシンや、柑橘類のシネフリンに分子構造が似ている。2002年3月には、旧カネボウ研究所の女性研究員がカップサイシンとの構造の違いに注目し、日本薬学会で試験結果を発表した。 ラズベリーケトンを原料にしたダイエット用サプリメントを発売し、同社は1週間で効果が見られたという臨床試験を説明したが、参加人数など詳しい情報は明かされなかった。当時の効果表示についての法規制は弱く、日本で販売されるサプリメントには古代宣伝が多いと欧州大衆薬協会は指摘し、ラズベリーケトンを考量として研究してきた。 ラトガーズ大学教授のヘンリック・ペーダーセンは本当に大きな効果があるならそのことが判明していくはずだと語った。2012年には米国発のテレビ番組であるドクター・オズショーにて死亡を燃焼させるとして取り上げられ体重減量のために普及したがウェブムーディの調査ではビタミン C やカフェインと併用した研究がありラズベリーケトン単体での人を対象とした信頼できる 科学的証拠がないと記載している。なお、カフェインでは体重減少作用を確認した研究がある。カフェインと併用した8週間までの試験があるが、ラズベリーケトン単独で飲んだ場合の安全性についての十分な資料はなく、興奮作用のあるシネフリンに科学構造が似ているため懸念があり、血圧上昇作用の可能性がある。2017年時点で安全性について、 十分研究されていない。1992年には、ラズベリーケトンを扱う労働者に、白反症状が見られた。これについて、福田義春は3人中2人は感知していないことを、論文で報告した。ラズベリーケトンを還元することによって製造される、ロドデノールは、金棒化粧品が美白成分として申請し、化粧品に配合されて販売された後、 白藩の被害を引き起こし2013年に回収された。ロドデノールはラズベリーケトンのケトン元が水産機に置換したものである。福田の論文の存在が報道された。ありがとうございます。